現代アートっていう世界の中でガラスっていう素材はあまり評価としては高くない素材になるかなっていうふうには自分は感じていて、ガラスでもこういう面白い造形ができるっていう部分をもうちょっとこう知ってもらえればっていう感じで作ってますね、はい、型にはまらないガラスだからできるアートがある。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。造形作家三平翔子、アメリカのガラス造形作家との出会いをきっかけにアートの世界へ足を踏み入れる、そんな彼が選んだモチーフ。昔から結構怪獣のおもちゃとか好きで、いろんな怪獣見てると出会った人とかこんなことだったなっていうのが自分にとってはすごくこうモンスターに見えるっていうのがあって、初めて会った、あこの人すごい喋る人だなって見た時に、やっぱその口が特徴に見えたりとか、あこういう出来事で自分の中に出てくる感情、その感情がモンスターに見えるなとか、でそれを元にガラスで立体にしていくっていう感じで作ってますね、はい。自身の体験や感情から生み出したオリジナルのモンスター、そんな思いを詰め込んで作る作品は見る人と社会をつなぐ架け橋ともなる。ニュースになるような出来事だったりとか、まあなんかそういうのを見た時、まあいろんな感情出ると思うんですよ、まあ、嬉しい時もあるし悲しい時もある、こんな人いたよねっていうのとか、こんなこと起きてこういう気持ちになったよねっていうのが共感していくっていうのかな、なんかあいるいるそんな人いるとか、あこんなこと起きるよねとか、そういうふうに見てもらうっていうのが共通するテーマなのかなと思いますね。これまでの経験があるからこそ生まれる共感、そんなリアルを表現するために彼はあえて完璧を求めない。綺麗には作ってないっていうのはありますね。ガラスってやっぱりそのどうしても工芸寄りになっていくというか、一体一体をきちんと作っていくと、ただ型にはめてる複製品を作ってるような感覚になって、感情とかストーリーが見えない。でもガラス の, そのクリアな感じっていうのは、その感情だったりとか血液とか体液だったりとか、そういう部分がこう透けて見せることができる。ガラスっていうものをアートとしてより認知されたいっていうのは願望としてはありますね。見えない部分こそアート、ガラスに命を吹き込みながら作品を作り続ける造形作家三平翔子が思うこと。自分にとってはすごくこう悲しい気持ちになったか怒りだったりとかっていうのが、見る方にすごいポジティブに見えたりとかもする。やっぱり人間いろんな人いるし、自分と同じ共感してもらいたいとも思うけど、その一個のものに対して自分の持って出てくる感情と見る方によって全然違う感情が出るのも、まあ、作品としては楽しいのかなってすごい思いますね。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家佐藤夏樹のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。